貴族どもの愚かな振る舞いによって王国との決戦はただ40万の敵軍を殲滅するだけのつまらない作業となった。しかしまだ警戒すべき相手が残っている。コキュートスたちが王都に攻め入り、魔導王は王都の手前で高みの見物となれば、奴も動かざるを得ないだろう。第11話、張り巡らされた罠。さて、またあいつの出番だな。